もちろんこんにちは。その私たち人間って普通にいつか死ななきゃならないじゃないですか。いつか死ななければならない苦しみっていうのを解決するためと、この世界が一体何なのかっていうのを知るためにマスターが欲しいのです。師匠、キリスト教なり仏教なり、そうだ、それプラス生き方じゃなくて遊びとしてはゲームのマスターというか師匠が欲しい、そう思いました。